自分でもし自由に練習用のランプを作れるとしたら、どのようなランプを作りたいでしょうか。やっぱり日本にはこういう木のランプ、ハーフパイプだったらハーフパイプって分かれてるので、やっぱりでも大会のコースはコンクリートでパークスタイルのコースなので、そういうコンクリートで大会とかで使ってるようなパークを作りたいです。できるといつ頃作りたい。いやもう今すぐ作ってパリオリンピックでも連覇目指してるので。そうですよね、もう戦い始まってるんですもんね。はい、今後パリに向けてっていうところで、具体的に何か近場で目標としてる大会だったりとか、どんなところにあるのかっていうのは、まあ大会、近い大会が何月かはまだわからないんですけど、X ゲームとかバンズパークシリーズとか、今まで出てきた大会でも成績を残していきたいです。